皆さんこんにちは、こんばんは、そらるです。いかがお過ごしでしょうか。前回からまた少し空いてしまいましたが、始めていきたいと思います。というわけでですね、最近寒くなってきましたね。前回のグラジの時はですね、自分はまだ裸足じゃないやサンダルで過ごしていたんですけど、最近ではやっと靴下を履くようになり、なんならそろそろコートを出そうかなと、それぐらい寒くなってきました。で、最近もいろいろありまして、誕生日がありましたね。皆さん祝っていただいた方ありがとうございます。ライブでも誕生日祝ってもらったりね、あとちょうどここに今飾ってあるんですけど、アフターザレインの方のアルバムでゴールドディスクをいただいたり、とちょっとこれいただいたポップがあるんですけどね、 ZIP という番組でインタビューをいただいたり、そんなこんないろいろある今日この頃でした。第0回のグーラジから髪切ってないんですけども、髪の毛もねちょっとだいぶめんどくさい、次あたりは切っておこうかなと思うんですけど、どうかな、どう映ってんのかな。というわけで、今回のグーラジも皆様からいただいたお便りの方を読んでいこうかなと思います。よろしくお願いします。ラジオネームシュガーさん、ソラルさんこんにちは、シュガーと申します。突然ですがソラルさんに質問です。もしソラルさんが今学生に戻れたら何をしたいですか。ぜひ教えていただきたいです。今ではですね、普段もうほとんど外に出ず、用がなければ外に出ない、そんな引きこもり人間になってしまったんですが、昔からそうだったかというと実はそうではなく、結構友達と外に遊びに行ったり、大学の時とかもみんなで車で大人数でバーベキュー行ったり、なんかそんな感じの、まあリア充、最近は陽キャっていうんですか、そんな陽キャムーブをしてたこともあります。ただ、心残りがあるとすれば、高校時代にはなんちゃって進学校みたいなところに行ってたので、なんか夜に勉強会あったりなんだりで部活に入ってなかったんですよね。だから部活入りたかったなと思っております。結構その遊んだし悔いのない学生生活だったんですけど、まあ、野球とかね、意外ともしかしたらやってみたらめちゃくちゃ才能あって甲子園行って今頃メジャーリーガーになってたと。まあ何にせよですね、学生時代一度しかないわけですので、何でもやってみて、何かに一生懸命になって、もう遊ぶことでも学ぶことでも何かに一生懸命になって、あ、楽しかったなとか頑張ったなって思える思い出をね作ったらいいんじゃないかと思います。ラジオネームノアさん、そらるさんこんにちは。早速ですがソラルさんに質問があります。私はソラルさんと同じ高所恐怖症で、はい、私も高所恐怖症です。観覧車に乗ると動けなくなってしまったり、ジェットコースターなど高いところから落ちるものだと具合が悪くなってしまいます。ソラルさんは高いところでの怖い思い出などありますか。バンジージャンプなど高いところはに関係するもので、今後挑戦したいことはありますか。ぜひ教えてください。ソラルさんがいつから高所恐怖症かというと、当然子供の頃からです。というのもうちは弟が2人いて、3人で遊園地に行ったりすることがありました。その時に弟2人は高所恐怖症じゃなく、ジェットコースターや、落下する乗り物を全然楽しめるタイプの弟2人でした。だからこう全然平気だよみたいな感じで一緒に乗るんだけど、まあ怖い。弟2人はね、ぐるぐる回転するジェットコースターとかをね楽しそうに乗ってるんだけど、俺はそれを越してぼーっとねこう見てた。最近ではそのライブでトロッコ乗ったりさ、ちょっと上がるお立ち台みたいな、あれ結構怖いんだよね。高いところで歌ったりするのも楽しい人ってさ、もう絶叫系とかすげー好きじゃん。で、あれ楽しそうにやってんの本当に羨ましいなと思うんだよね。俺はもう基本私んでっつってちょっとその辺でブラブラする。というわけでね、まあ人間には向き不向きあるので、今後挑戦したいことというのはねありません。身の程をわきまえて生きていこうかなと思います。ラジオネームかなたさん、突然ですが僕は高校生をやっています。ふとバイトしてみたいなと思い始めました。ここでソラルさんに質問です。ソラルさんは学生時代バイトをしていましたか。もししていたら何のバイトをしていましたか。バイトのエピソードを聞けたら嬉しいです。はい、というわけで、高校の頃にやっていたバイトエピソード、まあ高校の頃に限らずですね、実はいろんなバイトを今まで、やってきました。一番最初にやったのは郵便局の年末の年賀状配達だったかな。近くの旅館で働いたり、
マックで働いた、マック結構長かったんですよね。あと自転車屋さんで働いたり、面接行っただけだったらラーメン屋さんの面接とか引っ越しとかね、居酒屋とかねいう感じで、いろんなバイトを、してきたんですが、何が面白かったか、旅館で働かせてもらったことがあってね、夕食の前にいけすから魚をすくってきてさばいてもらって、それをお客さんのところに運んだり、なんだろう、布団とか畳んだり、逆にその敷いたり、それ結構面白かったですね。まかないが出るんだけど、まかないでカニとか好きなものを食べさせてもらったりで、結構自由でね、楽しいバイトでしたね。あと思い出に残っているのがですね、バイトをしてた中では自転車屋さんで働かせてもらったことがあってですね、それも結構良かった。家から遠くてね、雪の中自転車を押してそこまで行かなきゃいけなかったりして、それは大変だったんだけど、仕事自体は結構楽しかったな。あと何よりね、給料が良かった。これね、大事ですよ。ちょっときつくても、まあでも時給いいしな、頑張ろうっていう気持ちになるじゃないですか。特にその大学生の頃に、自分が動画投稿を始めたのもあって、機材欲しかったんですよ。マイク買ったりスピーカー買ったりしたかったんですよ。で結構それで働いてたんだけど、そんなに頑張ってね、貯金とかしなくてもいいと思うんだよね。むしろそれに時間を使いすぎて、遊ぶ時間がなかったり勉強する時間がなかったり、なんか頑張る時間がないってなるのもったいないと思うので、まあ、バイトするにしても、なんかやりたいことをやるためにバイトするぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思います。そういう感じでバイトとうまく付き合っていくといいんじゃないでしょうか。はい、それでは、最後のお便りになります。ラジオネーム、コウハさん、お便り失礼いたします。ソララさんにしてほしいことがあります。ヘリウムガスを吸って喋ってみてほしいです。ネタですが、よかったらやってみてほしいです。これからも応援しています。あ、なるほどね。まあヘリウムガスなんてものがこう都合よく、まあでもね、やはりこの微生で通っている私なので、きっとヘリウムガスを吸っても微生をね。あー、ソラルでーす。皆さんこんにちは。うわ、すごい、何これ